能見正彦は、日本の分泌家。血液型性格分類という、統計学に基づくと称される研究により、血液型性格分類学を築き上げた。一般的には、ABO 式血液型によって、性格特性を分類し、A 型はな性格、B 型はな性格、などといった具合に言及される。北京政府法展史生まれ、本籍地は、金沢市。 第四高等学校理科高類を経て、東京大学工学部を卒業した後、法学部在学中に放送作家としての活動を、始め、大学中退。ミキトリロ文芸部に所属し、放送作家としての活動を始める。姉有講座との影響で相撲部屋に出入りする中、姉と同じ相撲評論を書くことに。1981年に死去するまで相撲誌に記事を掲載。 1963年から学習研究者に勤め、雑誌や百科事典の編集長を務める。子会社の立風処房の編集者も務めた。後に退社して独立。旧制高校時代、当時東京女子高等支配学校編集部の協力により著名人の血液型調査を行ったことでも知られる。1981年に公演中、壇上で倒れ休止した。 去年56、血液型と気質の因果関係について、独自のデータを集積し、対象者の思考パターンや行動パターンと絡めて、独自に関連付けようとした。脳見雅彦は、多くの書を出版し、テレビ出演を積極的に行ったことにより、彼の提唱する、血液型人間学は70年代後半に、マスコミに注目され、現代にまで続くブームを巻き起こした。 彼の死後、息子の年方が意志を引き継ぐ。なお、多くの日本人が血液型性格分類に関する内容や話題を肯定的に捉えている。場合にもよるが、おおむね60から80%程度の人が血液型性格分類に肯定的な態度を示しており、最近の社会心理学者が行った調査では、 大学生の多くは血液型性格分類が好きであるために相応の知識を持ってよく話題にし血液型と性格の間には多少の関係があり自身の血液型についてもある程度当てはまるという結果が示されている戦後の首相の血液型日韓プロ野球さん部門獲得者の各国血液型平均に対する比率血液型のリードイコール重り関係の イメージ図血液型別のプレッシャーへの反応の仕方。血液型人間学は、脳みま彦によって創出された造語である。血液型を理解することによって、よりよく人間を理解しようというのが、当初の目的であった。現在の血液型占いでは、気質や性格を、やや固定的に捉える傾向があるが、血液型人間学は、必ずしもそうではない。 彼が一貫して主張していたのは血液型をグループとして見た場合に気質や性格に傾向があるというものである。また、性格は必ずしも固定的に考えるべきものではなく TPO によってダイナミックに変動するものとした。イメージをつかむために当時よく使われていた料理の例え話を紹介しておく。 人間を仮に野菜だとすると、O 型はイクノナに相当する。野菜の種類はたくさんあるので、同じ血液型でも個性はいろいろある。生野菜は一番個性がよく現れるので、O 型はバラつきも四つの血液型中で最も大きいということになる。A 型は漬物は例えた。生野菜を漬物にしても元の野菜の個性は残っている。しかし、 漬物という共通性は変わらない。もっとも漬物であるので生野菜の個性は多少なりとも抑制される。B 型は野菜を煮物に例えてみた。A 型と同じく野菜を煮たものという共通性が出てくる。また A 型と同様に生野菜に比べると多少は個性が減ってくる。AB 型は漬物にして煮るので福人漬ということになる。 当然のことながら、個性は4つの血液型中で最小である。このため、血液型で性格がわかるのは4分の1というのが彼の持論であった。血液型は先天的なものだから、先天的と後天的でそれぞれ半々となり、その半分の中でも野菜の個性でさらに半分になるから、1、2、1、2イコール1、4ということになる。 彼は統計データも分析していた。当時の著書には、相撲、プロ野球、陸上競技のようスポーツ選手のデータから、政治家の血液型、あるいは芸能界までと様々な分野にまたがっている。また、読者や講演会の参加者などを対象にしたアンケート調査も頻繁に実施している。独自の人間分析に、これらの統計データを加味して様々な著書が執筆された。 一例を挙げると、夫と妻との関係について調べた、血液型愛情学、陸上スポーツ選手を血液型で分析した、血液型スポーツ学、国会議員や地方の主張について書いた、血液型政治学などである。例えば、戦後の首相は、大型17人と、最も人数が多い。また、日韓プロ野球三部門獲得者の、 各国血液型平均に対する比率では、両国とも O 型と B 型が平均を上回っている。リードイコール重り関係も特徴の一つとなる。異なる二つの血液型間の人間関係を諸序作である血液型でわかる相性から発展させたもので、OBABAO という四つの血液型を一周するループで特徴を付けられる。O 型は B 型を立てて重りし、 B 型は AB 型の行動を面白があり、AB 型は A 型の気持ちを理解でき、A 型は O 型を気遣ってと循環する。ただし、この関係は強弱関係でも上下関係でもない。相手の気持ちが理解できるから重りできるのであるが、逆に気持ちがわかる相手にはリードされることにもなるため、必ずしも一方的な関係ではないというのが彼の説明である。 また、プレッシャーに対する血液型別の反応も独自の展開を見せていた。O 型は普段は冷静だが、ある限界を超えると大混乱に陥りがち。A 型は O 型とは逆で、普段は比較的不安定であるが、臨界点を超えると開き直って安定する。B 型はいつも自分の気持ちに神経質なため状況に関係なくやや不安定であり、 AB 型は安定と不安定を意識的、無意識的に切り替えているということである。彼は放送作家出身であるため、言葉には相当こだわっているようである。例えば、血液型別リーダーの特徴は次のように記述している。O 型は親分の O である。O 型は人間関係を重視し、上下関係にも敏感ということらしい。A 型は リーダーの A となる。リーダーは人間関係も重視しないわけではないが、基本的にはある一定の決まりに従って行動する。B 型は親方の B と説明している。親分は決まりや人間関係よりも技術や事実を重視するという意味である。ちなみに AB 型は大黒柱の AB で座っているだけで存在感があり、あまり細かい指示はしないとのことだ。 しかし、脳見正彦の研究、脳見の研究の基礎となった古川の研究、どちらも研究内容は統計学的に優位の差を持たないものであり、科学的な試験研究または調査研究に基づくものではないという批判がある。ただし、それらの批判が表面化したのは、脳見正彦の死去後のことである。また、心理学者の多くのサンプルは、 一部の例外を除くと、その研究者の講義の受講者などに限られているため、何らかのバイアスが生じている、可能性も指摘されている。一方で、血液型によって統計的に優位な差は生じているが、この差は思い込みによる自己成受現象ではないかという意見もある。社会心理学者の山崎賢治、坂本明は、1978から1988年にかけて、 延べ3万人の世論調査データを分析した結果、統計に有意な差が見られた。しかし、これらの差は大きいとは言えず、また自己報告を分析対象としたので、予言の自己上時ではないかとしている。長崎大学の武藤浩二、長島正宏らは、山崎健治、坂本明の研究結果を確認するため、同じ世論調査のデータを使って2000年代まで追跡したところ、 血液型ごとの差は安定しており、一貫して優位差が出ていることが判明した。社会心理学者の山岡茂之は、大学生を対象として1999年と2006年に調査を行った結果を発表した。血液型により統計的に優位な差が生じているのは、血液型診断の知識や信念を持つ被験者のみであるため、 マスコミ等の情報による思い込みによる影響であると結論付けている。その後、サンプル数を6600人に増やしても同じ結果が得られたと報告している。その一方で、統計的に優位な差が生じている理由は必ずしも思い込みや予言の自己成就だけで説明できないのではないかという意見もある。複数の血液型診断の本に共通している性格特性が どの程度のその血液型の人間に知られているかを調査してみたところ大部分の特性では半分以下であった。これらの特性について同じ質問項目を使っている山岡のデータと組み合わせて分析したところ血液型による差とその特性がどの程度知られているかには関係がなかったという報告もある。統計的に相関があるという報告の多くは 原因を予言の自己常時によるものとしているが、その存在を直接的に証明した研究はまだない。このため、統計的に相関がないのか、あるいは統計に相関はあるとしても、予言の自己常時によるものなのか、あるいはこれらの相関は血液型によるものなのか、現時点では研究者の見解は一致していない。また、特定の性格検査では血液型による差を、 検出できないという奇妙な現象も観察されている。例えば、過去に各国で実施されたビッグファイブによる性格検査では、計20万人以上を調べても、血液型による優位な差は見出されていない。この性格検査は、自己表情の性格を数値化するため、血液型ステレオタイプを信じている被験者であれば、自己常時による差が出ることも予想されていた。 実際に調査した韓国のジョラによると、被験者の大学生に血液型の特徴に関する質問をしたところ、統計的に有意な差が出たとのことである。しかし、同じ被験者にビッグファイブ性格検査を実施しても差は出なかった。そこで不思議に思った韓国の孫らがこの論文のデータを再分析してみたところ、ビッグファイブ性格検査でも単独の質問なら、 血液型ステレオタイプ通り差が出ていたとのことである。しかし、複数の質問をビッグ5の誤因子に集約してしまうと、単独では出ていた差が互い打ち消し合ってなく、なってしまった。これらの研究報告が妥当だとすると、ビッグファイブを用いた、正確検査では血液型の差が検出できない、というおかしなことになってしまう。この奇妙な現象は、韓国と同じく、 血液型ステレオタイプが浸透している日本でも思い込みによる予言の自己成就が存在するという論文により裏付けられているものと思われる。2011年にはソウルベンチャー情報大学院大学の金らが4000人以上の成人の脳波を測定したところ正確には差が出なかったが大型が最もストレス抵抗力があると報告している。また 光トポグラフィーを使った実験では、血液型によって脳の活性化部位が違う可能性が示唆されている。A 型は左脳が活性化し、B 型は右脳が活性化しやすいという。このように、研究者らによって統計的調査、再調査、追試験が何度も行われているものの、現在に至るまで結論の一致が見られないのが実情である。少年期よりの相撲好きで、 姉と共にひい力士を決めラジオで応援していた。それが影響して、印刷会社勤務時代に、老祖結成の中心人物となった時、会社側が相撲部を作り土俵開きにカスガの部屋の力士たちを呼んだことで、態度を軟化させたと本人が後に書いている。また、1970年代から相撲氏の常連のライターとなり、相撲氏に関するエッセイや、オース、 金星などの小説を発表した。ありがとうございます。